い、皆様こんばんは。後ろの方、声聞こえてますでしょうか。後ろの方、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ただいまに春日俊明さんということで、今日はもう一度おさらいをしますと、埼玉西武ライオンズでは春日さんの育成契約ならぬ熟成契約を検討しております。試合前のフライキャッチで入団テストを受けていただきましたが、もう一つテストをしようということで、ライオンズはですね、あの野球の技術以外にも春日さんのトーク力に期待をしております。トーク力に期待しておりますでですね、あの先ほどテストをノックしていた岡村さんより、まだテスト生の立ち位置ではあるが、追試として春日さんのヒーローインタビューをテストしてくれということで、これからですねヒーローインタビューをさせていただきたいと思います。でこのヒーローインタビューは本日の入団テストの一部に含まれることになっております。よろしいでしょうか皆さん。はい、それではですね、テスト生でありながら春日さんのヒーローインタビュー進めさせていただきたいと思います。そう、足が見えて。はい、それでは放送席、ご来場のファンの皆様、見事なプレーでチームを勝利に導いた本日のヒーロー春日選手です。はいはい、ちょっとあの準備時間かかってます。こんな昼インタビューでいいんでしょうか。すいませんね、ちょっとね、自分のお面をねこうつけて出てくるっていうのが超面白いと思って出てきたんですけども。はい、ありがとうございます。とんでもございません。はい、ヒーローインタビューということで、はい、させていただきます。ね、はい、OK、 全然一番得意、はい、こっちの方得意ですね。はい、ちょっと調子悪いですか。いやいや、大丈夫、前で聞こえてるよな、みんなな。聞こえますか。はいはい、うん、こっちもなんか微妙だな。ちょっとマイクと相性悪いみたいですね。そうですね、マイクの相性悪いみたいです。行きましょう、行きましょう。じゃあちょっと最初からいきましょう。放送席、ご来場のファンの皆様、見事なプレーでチームを勝利に導いた本日のヒーロー春日選手です。ありがとう、ね、あー映ってる、ほら両方映ってる。こうしてもほら両方映ってる。あ、超面白い、よかった、これ持ってきて。うわ、超面白いじゃん。ありがとう。はい、はい、ということで、ちょっとインタビューの話も聞いていただければと思います。はい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 、野球人生初めてのお立ち台ですが、感想いかがでしょうか。そうですね、やっぱりこのここから見る景色っていうのは非常に感慨深いものがあります。野球続けてきてよかったなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、素晴らしいバッティングでしたね。そうです、まあまあ、あのいいところで打てて、まあ、なんとかねそのチームのためになったかなという、今日ね、まあ、4回打席あったんですけれども、まあ3回ね、3回は満塁のチャンスでね、全て見逃しの三振ということで何もチームに貢献できなかった。最後ね、7回の、まあ、ラッキーの後にね裏でね、ベンチの裏の春日さんに会いましてね、握手してもらったんでね、なんとか打つことができました。ありがとう、ありがとうございます。はい、ね、ちょっとあの場面振り返っていただいて、はい、打ったのはどんなボールでしたか。あ、覚えてないです。あ、覚えてない、はい、はい、なんか高級でしたね。高級、軟球じゃなかったです、高級でしたね。まあ、確かにそれはボールですね。どんなボールでもう私は結構来た球をこうバチンと打つタイプなんで、やっぱり、はい、ミスタータイプなんでね、私は感覚、はいはい、で打つんで。ありがとうございます、はいはい、打ててよかったです。ちなみにどんな気持ちで打席には入られたんでしょうか。そうですね、やっぱりね、前の3打席凡退してるんで、凡退というか、まあ、バット1回も振らずに見逃しの三振だったんで、ちょっとここはやっぱり打たなきゃなと。やっぱり声援も聞こえてましたしね、ファンの方々の声援もね聞こえてたんでね、皆さん本当にありがとうございました。ありがとう、いや本当にね、ボテボテのショートゴロでしたけど必死だったんで、はい、今日は守備でもチームに貢献されましたけれども、はいはいはい、あの場面振り返っていただいてですか、ファインプレーの場面。そうですね、あのファインプレーもね、本当あの場面で出てよかったなというね、一番このヒット許しちゃいけない場面だったんで、まあ、それまでの守備の機会で、ね、全てエラーしたんで、本当に監督使ってくれた辻監督、本当にありがとうございますということですね、はい、監督に感謝ということですね、はい、変えないでくれてありがとうございます、はい、今日は球場に多くの子供ファン、はいはい、子供のファン来場されてますけども、うん、ちょっと野球始めの企画を教えていただいてよろしいですか。そうですね、ずっとボディービルやったんですけども、ジムにたまたま重いバット、マスコットバットですか、まあ、あれがあって振ってみたらね、結構センスがいいって褒められたんで、まあ、そこから始めたんで、
いやなんかすごい人生ってわからないもんだなって、本当あのそれがあの半年前だったんで、そんで39になってプロ野球選手になれると思ってなかったので非常に嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、ゴールドジム中野店に関してですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日のこの喜びをどなたに伝えたいでしょうか。そうですね、やっぱり、阪神ファンの若林くんですかね。阪神も頑張ってもらってね、はい、日本シリーズで無事当たったらね、やっぱ大取り対決なんでね、非常に楽しみでございますけど。はい、ありがとうございます。若林さん死にました、すいません。あの最近春日さん好調維持してますが、はい、この好調の要因を教えてください。そうですね、あ、ちょっと落ちましたけどもね、好調の要因ですか。まあ普段通りにね、普段の生活しているだけで、最近変わったことで、そのプロテインの味変えたぐらいですかね。ダブルチョコからね、あのバナナに変えたんでね、それが良かったかなと思います。はい、もう一つ、ここぞという場面の勝負強さの要因を教えてください。勝負、どうでしょう、これは、どうでしょう、これはね、難しいです。やっぱりこう生まれてからずっと勝負強いんでね、はい、実際その私自身のこともそうですし、まあ、私がこの私に関係するもの、私がその好きなものもね、その私の運に引っ張られてやっぱ勝ったりとかしますんで、まあ、今日のライオンズしっかりね、今シーズンもまあ5、6回来てますけれども1回も負けてないですから、ライオンズ。ありがとうな。ここのシシブルのユニフォーム発表の日も私ね、そこで見てたんですよ、その辺で。で、加藤選手が出てきたら、なんかジープみたいなやつでバーッと向こうから、ライオンズカラーと。あれ、私も見ててね、まさか自分がその時まだね、このイベントやるって知らなかったんで、まさかそのシブルユニフォームをね、袖切って自分が着ると思わなかったんですよ。わからないことが起きるもので。はい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 。ありがとうございます。はい。ちょっと選手の個性ということで、例えばライオンズですと、トロタキ選手、アップルパンチっていう、ヒーローインタビューでのお立ち台の決まりがありますけども、はいはいはい、加藤さん、もし、決めポーズ、決まり文句、決めてる、あるとしたら、アップルパンチですね。そうなってくると、なんだろうな、いや、トゥースなんかあんな恥ずかしいことできるかよ。せっかくのお立ち台なんだぞ。やっぱり何かのアップルパンチに何かね、はい、ね、付けたいじゃないか、はい、そうなってくると、もう、マッスルキックですね。トゥースの方が良かったみたいですね、これね。すいません。ちょっと調子に乗りましたね、調子に乗っちゃって、はい、ありがとうございます。はい、調子に乗っちゃってですね、はい、今日2回加藤さん、今回直接契約からの入団ということで、はい、まあ、これはヒーローインタビューのテストなんですが、はい、ご自身の野球人生マラソンに例えると今どれくらいですか。そうですね、はい、今ですか。まあやっぱりこのスタジアム入ってきて、最後の直線の真ん中ぐらいですかね。もうゴール間近です。ね、だってもうそろそろ40なんですもん。それでプロ野球選手でね、はい、今この熟成契約したからもうそろそろ終わりですが、まあ、でもね、はい、激しくこうね燃え上がって、やっぱりあの秋山選手のレギュラー争いしなきゃいけないんでね、はい、ちょっと頑張んなきゃいけないんで、おそらく私の今日のキャッチ見てね、秋山選手も、はいはい、多分こう火がついてタイムリー打てたと思うんですよ、はい、私の今日のキャッチ見てね、うん、どうですかお客さん。危ねー、呼びかけなかったら今滑るとこだったんだ、とりあえずなんかわーって言っといてくれな、そしたらなんか滑ってる感じにならないから、皆さん盛り上げてくださいね、はい、ということで、ありがとうございます。はい、この選手、プロ野球選手目指して、はい、熟成時代、はい、様々なトレーニング、様々な競技を捉えたと思うんですが、はい、思い出に残る一番のトレーニング、競技とあったら教えていただければ。そうですね、やっぱここまでの道のりでボディービルやったりだとか、まあ、あとフィンスイミングですね、まあ、あと去年のエアロビやったりなんかしましたけども、一番やっぱり思い出に残ってるのはレスリング、ね、レスリングでね、あの1回戦負けしたことですかね、やっぱあれがね、本当に放送時間がもう2年ぐらいやってたらもうちょっとでしたもんね、いやいやちょっと、はい、負けちゃうとね、はい、勝ったね、あのジャンポケの太田君の方がね、もう大々的に取り上げたみたいな、はい、まあ、それが火について、ね、火がついて、はいはい、今日キャッチすることができました、はい、ちょっと春日さん、ヒーローインタビューの第一相で自己 PR、 例えば、はい、大丸の場所、ここでのとか、ちょっといろいろ大丸の場所、わざわざそれ聞きます、ここでちょっともう一度、いや、私はだからその登場の時に言いましたけど、ライオンズと地元の同級生ですか。1979年、79年の、まあ、だから開幕の年ですよね、
あの年の2月にこうね誕生しまして、はいはい、まあ、そこでずっとライオンズともにね黄金時代小学生の時にね、うん、このライオンズのねレオのこのキャップつけてキャップ友の会入ってここにずっとバッチつけてましたから、バッチつけてねこうリストバンド、まあ、当時は清原選手、私ね清原選手もリストバンドしてやってましたから、はい、もう同い年ですよずっとね、はい、ちょっと履歴書いただいた中にここでアルバイトしてたっていう経歴もあったんですが、その辺の話をちょっとお伺いします。そうですね、その話もねイベント来るたびにしてますけれども、はい、すまんな、何回も聞いてる人いるだろうけど、まあ、新規の人もいるからな、アルバイトをねあれは19、20歳ぐらいの頃ですかやってまして、やっぱりライオンズファンですから地元のねライオンズの選手が見れるところ、まあ、試合の近くでバイトしたいじゃない、なんでやっぱこう西武ドーム、うん、その時まあ西武ライオンズ球場ですよ、ね、西武ライオンズ球場で働きたいと思ってバイト募集したの。そしたらいろんなところで見れるでしょ、あの子たちがいわゆるね清掃だとか販売だとかね、ああいうところでもう試合が 見ながらバイトできると思って応募して、まあ、採用されましてね、配属されたのがあの駅の真ん前の売店っていうねびっくりしました。あの、ね、今ケンタッキーとかでしょ、あそこがねあの前はうどん売ったりとかコーヒー売ったりとかまあいろいろ売ってたんですよ、もうスクエアって言ってね、あそこが、うん、あそこでやってましてね、うん、歓声だけは聞こえるの試合が見れないの、だからやっぱ試合の終了と同時にお客さんが出てくるから仕込みをしなきゃいけないわけですよ。なのであんな近くにいるのに試合はラジオで聞いてたの、びっくりですよ。ただでもねその早上がりの時とかバイト、そうするとね今どうなんですか、8回9回ぐらいで開放してるんですか。今はしてない、当時はね8回9回ぐらいだとねその全部門が開放されてね誰でも見れることができたんですよ。もうその時にこう入ってきてちらっと見てましたけどもね、これ本当に流暢でしょこの話ここに来て何回もしてるから徹底されて今度優れない話持ってこうかしら、ありがとうございます。はい、ということでちょっとヒルデビューからちょっと始めました、はい、ちょっと戻したいと思います。はい、あのライズ今日も勝ちました、ベンチの雰囲気はいかがですか。そうですね、非常にまあベンチの雰囲気はまあ、ちょっとリードされてても非常に よくてですね、まあ、特にあの山川選手があの声を出してくれてね、まあ沈むこともなく、まあ、絶対にこう逆転できるだろうと思って、ね、信じて、選手一同みんなね、頑張っておりました。はい、はい、こちらもいけそうですね。まあ生きるでしょ、優勝してね、日本一、うん、あそこにねちょっと清水運輸グループさんには申し訳ないけどあそこ開けてもらおうよ、うん、ちょっと違うところにこう連れてもらってね、広島、うん、2018、はい、あそこにつけましょうよ。はい、ね、はい、はい、ということでちょっとヒルダビュー今テストを行ってますが、最後にファンの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。そうですね、まああんまりごちゃごちゃ言ってもしょうがないんでね、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、はいはい、ちょっと今電話が鳴ってるんで、電話鳴ってちょっと喋ってください、うん、電話鳴ってるんで、ね、非常に暑い中でな、ファンの人たちも応援も大変だよ、ね、ホームの球場がこんなに暑いっていうね非常に過酷な状況ですよ、ライオンズは。でも頑張っておりますからね、うん、ここで戦ってれば他の球場行っても強いですよそれはな、うん、ありがとな。ちょっとヒヤヒヤする試合見せてしまってますけどね、うん、なんとかね、うん、ここから上げていきたいと思います。まさかね、こうヒーローインタビュー中にねあの MC の方が電話するなんですよね、うん、びっくりしますよこれはね、大丈夫ですか、終わりましたね、はい、申し訳ありません、はいはい、今岡村コーチから、あ、岡村コーチから、コーチじゃないですね、岡村さんから電話いただきました。岡村さんから、はいはいはい、今ちょっと内容をお伝えします。今日の私のことについて、はい、そうです、おーおー、はい、何ですか。若獅子郎の部屋を一部屋開けたはいいが、開けてくれた、そうです、おい出世部屋かな。今回の熟成契約は、見送りをしたい、はい、ちょっと待ってくれよ、見送りをしたい、いやちょっと待ってくれよ、確かに A の声は一切ないですけども、はい、もうちょっと今ね A っていうのがありかと思うんですけど、ちょっと A さんもう一回、今回は熟成契約を、ちょっと待って、ね、合わせましょう、彼はちょっと待って、一体になるところですから、はいはい、今回の熟成契約は見送りとさせていただきたいと、ありがとう、一生忘れない君たちの顔は、ただし、聞いてください、ただし、ライオンズでは春日さんを
ダイソー要員としての契約を再度検討したいと。いやちょっと待ってください。いやそんなに足速くないですよ。でですね、その理由があります。理由があります。ダイソー要員の理由があります。スライディングの技術に注目している。スライディング、いやスライディングこそ難しい。野球経験ないですよ私だって。その意味はですね、スライディングできないよ。滑り芸に注目と。聞いたかよおい、聞いたかよ。え、滑り芸で、滑り芸に注目してスライディング術を買って次回熟成契約を再度検討したいと。今回の契約は見送り。確かにな、私のその芸だったら、うん、1、2塁間の真ん中ぐらいからスライディングしたら届くだろうからね、2塁はね。すごいから、うん、オンエアに乗ってないところですごいから、滑り芸、はい、失礼こいちゃうね。これはショックだね、うん、アーバーありがとう、目線を突っ込めないと思わなかったですけどね。どこ見てんだよってね。あ、今のも結構なスライムでしたけどね。今のも結構なスライム。もう悠々セーフのスライム。技術上げましたね。上げました。技術上げましたね。ここちょっと見てもらいたい。もうちょっとスライディングなんかあれば。まね、もうちょっとスライディングあればなんか。なんか何か。そうだな。お手持ちのスライディングあれば。いや本当にね、この時間までな、うん、ナイターのこの時間までみんなこう残ってくれてね、非常に嬉しかったですよ。私ね控え室からね。このステージ上にね、この人数の人たちが集まってくるのを見てね、上の控室でね、結構ガタガタ震えてたんですよ。ちょっと多すぎるだろって人が。ああ、でも本当にね、あったかい声援で、まあ、同じ同志ですからね、私とね、まあ、これからも、ライオンズ、および春日のこと、応援よろしく。あとね、一つ言っておきたいのが、今日、勝ったのは、春日のおかげ。ね。それだけ。ね。秋山選手に打たせたのも、春日のおかげ。現在に打たせたのも春日のおかげ、ね、結構今日に限ってあっさり終わったのも春日のおかげ、ね、うん、これ最低5人に言ってな、頼むな、うん、じゃあ最後にあれ行きましょうか、うん、じゃあ本当にね今日最後まで、お付き合いいただいて、うん、今からやるからな。いきますよ、うん、ファンの皆さんありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。いやいいスライディングだった。いいスライディングしたね。最後ね、はい、結構ね、長々とスライディングしましたから。そうですね、はい、ロングラグってね、ロングスライディングしましたから。ということで、本日の、はいはい、春日さんの、熟成契約入団テスト終了とさせていただきます、はいはい、はい、最後にファンの皆様に申し上げました。全然ね、まだまだこれからね、シーズン続きますんで、私もおそらく見に来ると思うんでね、もしかしたら、あなたの隣に春日がいるかもよ。メッドライブでまたお会いしましょう。ありがとう、うん、ありがとうね、ありがとう、感じだ、うん、はいはい、うん、ゆっくりお帰りなさい、ゆっくりな、うん、落ち着いてお帰りなさい、ね、西武鉄道をね、皆さんを返すまでね、ちゃんとね自転車動かしてますから、うん、ありがとうな、あとスマイルスキップもよろしくな、うん、スマイルスキップ、うん、見てくれてるだろ、ありがとうな、